おはようございます。おはようおはよう。朝から大変だ。いや今日はもう豊さんの密着ということで。密着な今日からな、ジャイアンツキャンプ。はいはい。どうすか、3年ぶりの、なんていうんですかね、なんか変な緊張感とかあったりするんですか。いや変な緊張感はないけどワクワク感あるね。まあただその原監督とかも3年ぶりに会う。おお。まあその間に 1,2 回メールのやり取りはあったけどまあだけどやっぱそういう意味では楽しみではあるよね。今日は沖縄キャンプの初日ということで、うん、宮崎からこう沖縄に移動されて1日目っていうことで、そうだね、まあ、また違った雰囲気がある。いや、 やっぱ新鮮だよ。ああ新鮮と、やっぱここで仕上げるっていうような、向こうはなんかこう下半身強化でなんかこうなんていうんだろうな、こう気持ちも、まあ、体も作って、もう沖縄は仕上げだからあったかいしね、だからそういう気持ちで入ってきてるからより真剣さが増すというかさ、あのナーバスになってるというか、まあそんな感じだと思うよ。今日はこの市豊さんのキャンプの一日を密着するということで、はい、ややこしいね。夕方も一緒に帯同で、まあそうだ ね、はいはい、DNA も行ったりとか、さらに夜は、はい、夜はね、あの動画でも言ってました、はい、沖縄を堪能するという。よし、まあ沖縄盛り上げないとね。盛り上げないよってことで、この動画。いやもう沖縄にはもうキャンプでずーっともう全球団っていうか、はい、まあ全球団ではないけど、まあ10球団から11球団みたいなのはずっとお世話になってるわけだから、はい、だからまあそれはやっぱ沖縄にはね感謝してるし、盛り上げていかんとな、はい、はい、そういう一日を、はい、我々カメラも追いますので。わかりました、今日はよろしくお願いします、ね、アクティブに動いていきます。はい、ちょうどなんか、はい、何やってるの？ウォーカー連れてきた人です。ウォーカーがいいなあの子は。最初ボロッカスでしたけど皆さん。いやいや、でも性格がいいじゃん。はい。で、それと一生懸命やるからさ。はい。やっぱジャパニーズドリームを期待して。はい。あ、何？エージェントやってるの？違います。スカウトやってる。ジャイアンツの国際部です。おー、かっこいいね。なんかピシッとして。いや、沖縄なんで洋服あるんですよ。あの時沖縄じゃなかったからもうなくて、ハッハッハッ。 YouTube 見させてもらって。あ、ほんとありがとう。これ YouTube。 あ、森君。いや、ちょっとさ、顔をちょっと見せてよ、デニー。あ、デニー、なんすか、すぐ恥ずい、恥ずかしい。いやいや、それだけでこう、回ってくれると思う。頑張ってください。ほんと、ありがとう、ありがとう。いいえ、とんでもないです。今からどっか行く？いや、中入る。あ、中入る。またちょっと後で。はい、お疲れ様です。どうです、これから仕事だろう、また疲れてる場合じゃないんだよ。どうでしたか？何が？巨人のキャンプはいかがでしたか？あー、でもやっぱ有望な若手が出てきてるね。まあ門脇も動画にしたけど、秋広もやっぱこう体がでかくなって、さらにまあ監督曰くフリーバッティングは松井秀喜並みだよって言って、いやいや本当に言ってたしな。まあ確かに見たけど、やっぱボールは飛ぶな。でやっぱこうベテランが元気、まあ長野もいい表情してたし、丸もそうだし、あ、中地、マッチ、お前もう最高だね。なんかムード盛り上げていくのな。あとやっぱこう中田翔、坂本がちょっと疲れ気味だったから。あ、そうなんですか。やっぱ追い込んでたんじゃないの、うん、結構ね。だからちょっと疲れ気味だなっていう風な感じはしたけどもね。ちなみに原監督とはお話できましたか？もうめちゃくちゃしたよ。撮ってなかったの？あなた方撮ってません。なんだよ。いやいや、原タワーとか座ってずっと話し込んだりとか、まあ一緒にブルペン行って、あの菅野の新しいホーム、新ホーム、はいはい、まあ、あの監督もなんかこう絶賛してたね。まあ、それと大勢のことにも聞いたんだけど、動画にしたから、はい、でもやっぱ彼の、持ってるポテンシャルと、やっぱこう考え方、野球に対しての、まあ、それを称賛してたね。他に気になった選手とかって言いましたか？井上、左ピッチャーの。いいね、ブルペンで見ると。
なんか実際テレビでは何回も見てんだけどさ、なんかこう実際に見るとやっぱ迫力あるな、あの子。まああのピッチャーがやっぱ今年ローテーションにきっちり入れるかどうか、1年働けるかどうか、それはちょっと大きな鍵を握ってるかな。だから2枚2枚2枚で考えてたね。まあ戸郷菅野、これがまあセットみたいな。で両外国人先発のね、これもセットで、山崎伊織と井上志音、あ、井上春人、井上志音ってなんかサッカー選手だったの、春人ね。なんていうの、まあここら辺がセットになってくれて活躍できるといいなっては言ってたけどね。まあ他にもピッチャーたくさん、あとロペスがいいわ。やっぱね、ボールに力あるし角度あるし、まあ実戦に入ってどのぐらいのコントロールをね見せてくれるかどうかっていうこともあるかもしれないけど、ブルペンで見てたらちょっと打つのは結構厳しいだろうなっていうような、もうそのぐらいのやっぱりこう威力あるよね。だから楽しみだよ。だから巨人はなんといってもやっぱこうピッチャーが育つと、まあ、ちゃんとしっかりローテーションを守ってくれるとやっぱ強いなという印象を受けたけどね。じゃあ次は DeNA ですね。 DeNA だね、はい、楽しみだね。宜野湾に向かいます。はい、受付の済みましたね。今日は何を取るんでしょうか。京田ですね。ちょっと京田の心の内をちょっと聞き出したよね、なんとなくね。はい、まあ喋ってくれるかどうかは分かりませんが、こうご期待ということで行ってきます。じゃあ、じゃあ、はい、DeNA ベイスターズの京田選手、はい、京ちゃんいらっしゃい。終わりました。はい、お疲れです。お疲れ様です。はい、 DeNA 終わりました。ね、いかがでしたか。まあ今日練習試合だったからね。はい、まあまあちょっと結果はともかくとして、まあまあでもバッティングの方は順調じゃないのかなっていうふうに思うよね。まあ石井拓郎がよく教えてるかなっていうようなね、まあ田代さんも含めてだけど、まあよく頑張ってるなっていうような感じがするけどね。まあ競争意識あるよね。で三浦監督も言ってたけど、いやもう順調順調順調ですみたいなね言ってたし、まあ YouTube をよく見てくれてるというね。うん、で京ちゃんはあの表情が良かったね。まあ、明るかったし、なんか非常に表情を見てほっとした。まあ、これは動画にしてるから見てもらうとして、あと坂本ピッチャーのね、 YouTube 見てますって取り上げてもらえるように頑張りますなんて嬉しいこと言うじゃないの。もうそれが一番嬉しかったかなっていう思うぐらいの、あの言葉をいただいたみたいな、そんな感じだったよね。まあでも横浜はなんかこうや明るいしね、若手がなんかはつらつとしてるし、まあ、非常になんか頼もしく見えて映ったかなこの時点ではね。はい、まあ順位予想ね、まだ早いけど、まあやっぱ上位は来るかなっていうような感じはするよね。まあ、なんつってもクリーンアップがしっかりしてるからね。だからまあまあそういう面では上に来るかなというふうには思うけど、やっぱ他のチームも非常にね、あの充実してるというかね、まあ、補強も含めてだけども、あのまあ順調だと思うよ他も。だから特に阪神なんかもいいしね。だから阪神のもう素晴らしい投手陣を横浜打線がどのぐらい打つかとか、まあ、破壊力あるヤクルト打線をピッチャー陣がいかに抑えるかとか、まあ、巨人も先発の2人がね外国人の、また菅野が復活ということになれば、これはまた強力になってくるし、まだ分かんないね。だからどういう面を、もう本当正直に言うと、やっぱどういうメンバーがちゃんと開幕でスタートできるか、まあ、そこまで見たいよね。まあ、それ見ても当たんないんだけどね毎年何か波乱起きるからね。うん、だけどでも横浜も DeNA も本当楽しみだよ。まあ、選手の競争が激しいもんね。うん、
だからやっぱその競争に勝ち上がった選手たちが開幕スタートレギュラーそういうことになっていくんだろうけど、でもそういう競り合いに勝った選手ってやっぱ強いからね、気持ちもね。だから誰が残るのかね、楽しみです。井上さん、うん、カオだいぶお疲れですね。疲れるよお前、朝から動いてんだ、ほんでまたお前あの日に当たってさ、今日20度ぐらいあったでしょ。暑かったですね。で日がね直射日光当たると、はい、もっと25、6度に感じたけどね。それは疲れますがな、もう腹は減ってるし。お、そんな豊かさに、うん、ご飯をちょっと用意しておりますので。え、何？前前回ちょっと、うん、あの沖縄の動画出させていただいたんですけども、うん、その中に出てたミルクを予約しております。本当に、はい、あの卵で食べるしゃぶしゃぶだよ。そうです。いやーこれは楽しみになってきたね。おお、いやなんか笑顔になっちゃうよ。じゃあ今から行きますか。はいはい、行こう、はい、よろしくお願いします。はい、行ってきます。はい、来ましたよ。身軽っすね。いや、身軽だよ。到着しました。到着しました。じゃあ、伊沢さん、その何がおすすめなんですか？いや、もうしゃぶしゃぶだよね。おお。うん、しゃぶしゃぶの、はい、特選あぐしゃぶしゃぶ、はあ、琉球セット、はい、これでいいんじゃないの。おお、いいっすね。なあ、ではでは、はい、一日お疲れ様でした。美味しいね。いや沖縄で飲むオリオンはやっぱうまいよ。美味しいっすね。じゃあ単品の島ラッキャーになります。はい、島ラッキャーは塩漬けにされているのでそのままお召し上がりください。はい、はい、いただきます。いきます。うん、うまい。これごま油が効いてるな。うまい、ピリ辛。美味しいっすね。うまいね。何年ぶりですか、ミルクは。5年とかじゃない。いや店が新しくなってるし、わかんない、ね、それでも5年行ってなくても食べたいと思えるってことはよっぽど美味しいですね。いや、美味しい、美味しい。お願いします。大変お待たせしました。揚げ茄子3人前と野菜割り3人前になります。2人で食べてください。これやっぱこう、いい肉だね。はい、チーズ。いいね。これ入れちゃっていいですか。うん、皆さんどうですか、カメラに。うまい。やっぱ胡椒って結構何でも合うな。うまい。野菜もうまいな。これ3人だったら結構ペロッといっちゃいますね。いくな、はい、全然いける。ぜひ見てる方一回食べてほしいな。いや、そりゃそうです、はい、あの、外れがない、はい、うん、食べ方もいろいろあるじゃない、はい、で好き嫌いがあっても食べれる、はい、はいはい、確かに。ということでどうでした井上さん、5年ぶりと言ってもいいくらい、こうお疲れた時にこうこの店をチョイスさせていただいたんですけど、みんなやっぱりさ、はい、豚肉ってやっぱこう疲れを取るんですよね、はいはい、まあ、そういうことも言われてるし、でやっぱ味は落ちてない。店は変わったけど
あの雰囲気がね、はいはい、でもより綺麗になったし、はい、すごく来てびっくりした、まあ、昔の味を思い出すというかさ、はい、まあ、相変わらずうまかったなっていう体験してほしいですよね、この美味しさを。まあこういろんな食べ方があるからさ、はい、こう好みでいいと思うんだよ、はい、ただおすすめが卵に、はい、あの胡椒でこのスープに柚子胡椒、はい、これはね、まあ、ここのオリジナルということで、はい、食べ方っていっぱいあると思うし、多分ね何でも合うと思う、うん、でやっぱり沖縄の豚合う、やっぱ食べてほしいな。どうですか、改めて沖縄いいとこですか。いややっぱいいな。なんかやっぱ毎年来てるしさ、はい、なんか第二のふるさとって言ってもいいぐらいな、はい、なんかそういうこう安心感というか、はい、癒しがあるね。だから疲れた時に美味しい食べ物、はい、まあ今日はたまたまここに来たけども他にもいっぱいあるからね。どん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 ね盛り上がっていくといいですね、沖縄。まあそうだね、はい、まあ、今日一日本当にはい、お疲れ様でした。残りのキャンプも頑張ってください。はい、頑張りますよ。お前らも頑張るよ。ありがとうございました。はい。